1.5 ปอนด์ริโอกาเมสチャンピオンがコールされました。レオガメス、今日が3度目の防衛戦になります。ベネズエラ国家のようです。そうですね。この選手が非常に長持ちする一つの女ですね、はい、マネージャーに非常に従順ですね。ラミロ・マチャードっていうその、まあ、有力マネージャーついてるんですけど、もうマチャードの前行くとですね、ピッとしてですね、はい、本当にもう生徒があの先生の前に立ったみたいな、ああこの二人の関係はいいなと思いましたね。だからそのキリスト式生活をこうして31歳まで続けてですね、ここでまた蘇ってきたんですよね。なるほどね。中南米の選手ではちょっと珍しいですよ。これだけ本当にマネージャーの言うことをきちんと聞いてですね、はい、しっかりしたその選手をね、まあ、浜田さん、はい、あのよく言われるようにスタッフ間の輪というのはね大切ですよね。これ特にそうですね、特にね長期間の、あそしてまた苦しい試合が続いた場合というのはチームワークが一番大事ですね。そうでしょうね。และนักมวยทางด้านมุมแดงรองแชมเปี้ยนโลกอันดับ8รุ่นจูเนียร์ไฟเวทของสมาคมมวยโลกชั่งน้ำหนักเมื่อเย็นวานได้ 107.5 ปอนด์พิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์こちらが挑戦者ピチットノイピットバンプラチャンです。国家の間はあの喋らないのが原則なんですけど、はい、ちょっとあの補足させてもらいますと、ノイっていうのがつくとですね、これあのスペイン語で ITO ですね、糸とか板っていうのがありますね、チカニと、はい、あるいは、チキータ、これは縮小字なんですね。だからピチッとの、 あの小さなものっていう意味なんですね。だからピチッとノイ、それで知ってもらってます、はい、これタイ国の選手がよくやるようにこれマネお金ですかね。あれご祝儀なんですね、はい、試合前あのああいうふうに、金のですね首飾りとか、純金ですよ、それとかその札束のああいうのをくれるんですね、はい、首にかけておりました。 WBA 世界ジュニアフライ級のタイトルマッチ12回戦、タイで行われる試合というのはいつもこのように屋外で、しかもたくさんのお客さんが集まっての中で行われます。今日はレオガメスとピチットノイ、シットバンプラチャンの一戦、まあ、あの話題的にはピチットノイ兄弟同時チャンピオンというのが勝ってますから、お客さんもね沸いていると思います。まあ、この前のそのハダオ CP ジムとの試合はあのレオガメス出来が悪かったですね、はい、あれ見たらもう世界中の挑戦者誰だってやりたくなるでしょうね。そんな試合だったです、はい、ただし感じありますねレオガメスは。さあ第1ラウンドです。 WBA 世界ジュニアフライ級のタイトルマッチ、どういった距離で2人が戦いますか。紫のトランクスがチャンピオンガメス、黄色のトランクス挑戦者ピチットノイ。เป็นนักมวยเด็กรุ่นใหม่นะครับมีประวัติเชิงชกทันสมัยชกมาแล้ว7ครั้งชนะคะแนน3ครั้ง18歳若いピチットノイ、そして31歳チャンピオンレオガメス、ชกมา30ครั้งชนะน็อค19ครั้ง。まあ、こう見ると上背で極端に変わりそうもないということは、ピチットノイもそんなに大きくはないんですね。ワンツーを伸ばしましたピチットノイ。ああ、そうですね、あのレオガメス結構上背は高かったですよね。身長確か155センチぐらいだと思いますね。はい、このように飛び出していきますレオガメス。だからピチットノイもストロー級でやれる選手なんですね、はい、ところがこのチャンピオンは食えると思ってる。なるほど。機械級上げてこの挑戦出来上がったわけですからね、はい、一つ上げてこのジュニアフライのタイトルを狙ってきましたピチットノイ、兄弟同時制覇も狙っています。นักชกที่รุ่นใหม่จริงๆอ๋อแต่ที่นี่ซ้ายเข้าหน้าของกาเมสได้หมัด
これ随分あの2人の間が空いているように見えますが、レオガメスにとってはこのぐらいの距離も自分のパンチの範囲内ですね。浜さん、パンチが伸びますからね、飛び込んで打つような感じを見せます。ボディを叩きに行きました。それを迎え撃ちます。ピッキングすると強いのかと思ったら、まずは長い距離でのボクシングしますからね。その辺は十分に頭に入れているでしょう。ピシッとノイ、3度目の防衛戦チャンピオン。おっと、いい攻撃を見せます。ピシッとノイ、また左伸ばす。非常に軽快です。ピシッとノイ、ワンツー、ボディを打ちました。左を返しました。それはトレンダー。さあ1ラウンドからいきます。ピシッとノイ、引き上げた左、ワンツー、いい距離ですね。左を持っていきます。そして今度は右、ちょうど自分の左ストレートのいい感じの当たる距離でやってますね。はい、レオストレート、この選手は左ダブルを持っていきました。もう一発、ミラッパを突き上げる。第1ラウンドからエンジンがかかりました。ピシッとノイ、いい攻撃を見せます。レオストレートがよく伸びます。レオガメス交代します。ガメスは結構パンチ殺してますけど、まあ、劣勢であることは確かですね。はい、じーっと見ています。レオガメス、相手がスピードがあるんでですね、ちょっと戸惑ってる感じですね。なるほどね。左がよく伸びてきます。おっと右、合わせて持っていきました。ガメス、オドゴングです。第1ラウンド終了しました。まあ有効なクリーンヒットっていうのはですね、はい、あれだけ攻めてる割にはもう一つないんですけどね、もう構成点っていうのはもう明らかにそのピチトノイですね。はい、結構よく見るとですね、そのパンチガメス殺してますよ ね、 ただもう相手のスピードと先制攻撃に押されてますね。まあ、文句なしに10対9、はい、ピチトノイです。浜田さん、まあ、スワーツちょっとバランス崩したシーンもありましたが、ガメスのディフェンスというのはどうなんですか。ディフェンスにもいろいろあるんですけど、いい方なんですよ。そしてタフなんですよね、このガメスというのは。ただ今の状態というのはですね、もう余裕あって、避けてるっていう感じではないんですね。勢いがね、目立ちました。ピシッとノイ、非常に18歳の若者らしい、こう勢いにあふれた攻撃を見せました挑戦者。これが初めての世界挑戦ということになります。これが8戦目、プロデビュー8戦目にして世界戦です。まあ、どっちかというとピチッとノイ、アマチュアスタイルのやっぱりボクシングしますよね。あ、そうですか。はい、イスマイル・サラストレーナーが教えるボクサーみんなこういうタイプが多いですね。セン・ソープルンチットもですね、まあ、あれはまあ、結構ショートレンジ出ますけどね、バランスが良くてですね、手数がポンポンコンビネーションが出ると、そういったタイプが少ないですね。飛び込んでいきます。ダメス、チャンピオン、軽くワンツー、この辺は見切ります。ダメス、こうしたところを変えます。よく動きます。ストライ、ボディブロー、ボディにストレートもよく出していきます。ストライ、第1ラウンドからいい動きを見せているピシットノイです。第2ラウンドの半ば、おっと右、チャンピオン、チャンピオンも百戦錬磨、ベテランです。これが31戦目ということになりますが、このタイトルは3度目の防衛戦です。どんどん前に出ていくような感じで打ち込んでいきます。レオガメス、ミスレート、本当に挑戦者警戒です。距離の取り方なんか総合的にうまいですよ。まあ、ちょっとホームの方がですね、はい、よく動くんですね。ブランブランする。カンピョンダウン、左ストレートまっすぐ出ましたね。攻めていったところカウンターをもらいました。左ストレート、ガメスの方もいい感じになってきたかなという矢先です。すぐ立ち上がりました。レオガメス、ダメージはどうでしょうか。さあ、すごい、おっとカウンターが来ました。カウンターが来ました。右、ちょっとそういう時にもっとガード締めることですね。はい、ボディ、これはガード締めます。すごい、
さあガメスチャンピオンが先にダウンを奪われました。ヤリックチャンピオン、これは聞いていません。人のヒットマントラちゃん、兄弟同時チャンピオンになりますが、ここでゴング、第2ラウンド終了です。しかしチャンピオンが先にダウンしました。10対8ピチッとのようなラウンドですね。はい、出だしいいですね。今右ストレート打ったんですね、ええ、それですぐリターンの左ストレート、ここですね。あ、右が出るでしょ。これは攻めていったところですね。これは攻めていったところですね。さあ第3ラウンドです。WBA 世界ジュニアフライ級のタイトルマッチ、いい滑り出しを見せました挑戦者ピチットノイ、ヒットマンプラちゃん。 WBA のランキングは10位です。紫色のトランクスがチャンピオン、レオ・ガメス。このエキサイトマッチではファン・アントニオ・トーレスとの試合をお届けしました。それが1度目の防衛戦。おっと、ケッタなんかですか。ちょっと物が入ったので、ね、投げられたんですね。レフリーはあのミッチ・ハルパーンって言って、ね、あのラスベガスのレフリーですね、はい。まあ、アントニオ・トーレスには7ラウンド TKO で勝ちました。しかし防衛2度目、第2戦で苦労しました。レオ・ガメスです。これが第3戦になります。3度目の防衛戦。今日もチャンピオン出だし第2ラウンドにダウンを奪われました。いいスタートを切ったのはピチットノイです。レオガメスも右カウンター、ね、狙ってきましたね、ええ、狙ってきましたけどちょっとワンテンポ遅いですね。ちょっとあのダウン取られたということもあるでしょうけど、ちょっと力んでますね、はい、あ、そうですか。ボディにストレートを伸ばしていきます。身を返しました、挑戦者。背中向こう側になりました、チャンピオン。足がいいですね、この選手は、はい、挑戦者ですね。自分の距離で戦いながらですね、ガメスがステップインしてくるとサイドに動いてですね、相手の距離外してますね、あ、そうですね。さあ今度詰めていきます。逆に詰めていった。右がパーと時折織り交ぜてきます。さあロープに詰めました。ガメス防戦になります。まあ、あの接近した時のガメスの右アッパーというのはまた怖いものあるんですよ。はい、あ、ちょっと右アッパーありましたね。チャンピオン交代します。あのサスポーの右アッパーがちょっと顔面入りましたね、左に発もう一発、今度ボディ攻撃、ボディを狙います。右アッパー、ガメスも狙っていますが防戦です。トノイいい感じで攻撃をかけて、左ストレート、また右です。動きが止まりました。チャンピオンボディブロー、ガメスはタフなんですけどね、来ましたね。今度は下がります。攻撃しては下がります。いいリズムで攻撃をかけます。第3ラウンド終了です。もちろんそのピチトノイのラウンドですね、はい、有効打もありましたし、その構成点でもですね、もうピチトノイですね、特にその右のアッパーですね、はい、あれで一瞬効きましたね、まあ、ここまで3ラウンド時折右のアッパーを見せていたんですが、それがヒットした感じでピチッとのポイントを取りました。浜さん、ガメスも何かこう耐えながら狙ってるという感じはあったんですけどね。まあ、でも押されながらのあれでしたけどね、いつもの余裕はちょっとないですね。あ、ちょっと苦しいレオガメス、ハーダウのに苦戦したのがちょっとレオガメスまだ尾を引いているんでしょうか。防衛、これが3度目の防衛戦になります。おっと、体小さいんですけど、この体でタフだなと思いましたけどね、はい、あの日本に来た時には。そうですね、いいパンチ食ってやっぱり効きましたね、はい。第4ラウンドに入っています。 WBA 世界ジュニアフライ級のタイトルマッチ、93年10月、ヤヒロとの空位でした WBA
世界ジュニアフライ級タイトル、このタイトルをかけて戦いまして、そして手に入れましたこのタイトルの3度目の防衛戦です、レオガメス。しかし第2ラウンドにダウン、それを含めて1ラウンドから3ラウンドまで押されています、チャンピオンです。挑戦者の非常に速い、いい動きが目立っています。タイのピシットノイ、シトバンプラチャン。最近よく行われるベネズエラとそしてタイの一戦です。この軽量級にありましては両国に2位選手が揃っています。これを横にずれながら下がっていきます、ピシットノイ。日本とベネズエラとではですね、はい、ベネズエラの方が勝率がいいんですよね、はい。まあ、ところがですね、タイとそのベネズエラではですね、タイの方が最近は勝つ例が多いんですよね。やはりタイ国でやるケースが多いんでしょうか。そうですね、まあ、地元の利っていうのはありますね、まあ、高温多湿ですからね、はい。暑いのには慣れてるって言うんですけど、そのちょっと違うんでしょうかね、湿度ですね。あ、湿度で暑さの種類が違うんですからね、左ストレート、サスポーのピットノイ、左から右のコンビネーション、また左ラメスも右のカウンターを狙ってますよ、狙ってますけど、はい、ちょっとワンテンポ遅れてるんで、もう少しタイミングを早く取るといいですね。どうしてもちょっと遅れがち、5点になりますね、チャンピオン。やっぱ相手のペースにはまってしまうとそうなるもんですね。いつもは自分のペースでかき回すチャンピオンなんですが、今日はここまでは挑戦者ペースです。31歳のチャンピオン、18歳の挑戦者、若さが現在のところ勝ってるという感じ。おっと、左カウンター、挑戦者です。ただしパンチが軽いですね、これパンチがあったらここまでレオガメスはちょっと持ってないでしょうね。あのダウンからもすぐ立ち直ったようです。だからね、今ゴングが鳴りました。まあ、精神的ダメージは分かりませんけど、肉体的なダメージはそれほどないように思いますね、はい。第4ラウンド終了です。このラウンドもピチットノイですね、もうポン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 会長にその手を出してますね、はい。小泉さんの採点では、まあ、皆さんもそうだと思いますが、1ラウンドから4ラウンドまで全て挑戦者ピチットノイが挙げています。さて浜田さん、はい、ここまで、まあ、ご覧いただいて挑戦者ピチットノイのですね、改めて目立ったところっていうのはどの辺挙げますか。まあ、4ラウンドまで見て全ラウンドともピチットノイのリズムですね、はいはい。それからすると、まあ、ちょっとガメスが強引に攻めていったところを見たいなと思うんですけどね、そうさせないところのうまさはもちろんありますけど、この選手はまだ実戦に満たないとは思えないほどのうまさを持ってますね。これが8戦目ですからね、はい、やはりスピード、足があるっていうことが大きいでしょうかね。それとやっぱりセンスがありますよね、はあはあ、はいはい、いい感じしてますよ。ガメスが内気に出てきたところなんか今度は力抜いて引きますからね、本当にキャリアのある選手のやり方をやりますよね。18歳、とても8戦目とは思えません。これが世界初挑戦、ピチットノイ、シットバンプラちゃん。まあ、お兄さんを見て育ったということもあるのかもしれません。当然子供の頃はムエタイのね、真似もしましたでしょうし、そういった素地があるわけです。まあ、兄貴の方はもう頭から突っ込んでいくような選手でしたけどね。おお、さあラッシュをかけます。さあ、ここに下がるか、強引にラッシュです。ガードレイアップに支えた、ガード終わりました。準備戦になっています。レオガメス動きません。ようやく攻撃を終えました。またもう一度、ここも動くことができませんでした、チャンピオン。これでパンチ、連打の仕方なのを考えてやってますよ、はい。さあ、ボディーです。ボディーを攻めていきます。ガードが下がる、チャンピオンのガードが下がります。あ、ちょっとローブロー注意されました。あそこで止めるのはどうかと思いますね、攻撃中ですからね、はい。今度は下がります。一転して距離を置きます、休みます、挑戦者。まあ、さっきの連打の仕方なんかもですね、とにかく早く打つことのやり方、うまいですよ、はい。なかなかこう斜めサイドにかわしていくところなど心にくいところも見せます。おっ
と一度グローブを合わせました。まあ、よく言いますよね、もう私が言うんですけど、まあ、力っていうのはですね、質量と加速度だって言うんですけど、はい、まあ、回転速くてそのスピードあるんですけれど、その代わりウエイトが乗ってないですよね。ウエイト乗せて打ってるとあれだけその軽くて速い連打はちょっとできないですよね。あれだけ一時的ではありますが釘付けになりましたレオガメス、それほどダメージは様子を見ますとないようですが、さあ今度はガメスが出てきました。足を使います。ストライク、ゴングを待ったようです。第5ラウンド終了です。まあ、終盤ちょっとガメス出てきたんですけど、まあ、もう2度にわたるもう、まあ、一方的に打ちまくったシーンがありましたからね、10対9ですね。10対9、はい。まあ、8つけたいところなんですけれど、結構こうしてみるとですね、ブロックされてるんですよね、はいはい、構成はもう確かに取ってますけどね。第6ラウンドです。 WBA 世界ジュニアフライ級のタイトルマッチ、12回戦レオ・ガメス対ピチットノイ、シットバンプラちゃんの一戦。まあ、最近世界タイトルの採点が難しくなっているところは、さっきのラウンドも10対9、ほとんど差のないラウンドも10対9ですからね、結構10対ダウンのないラウンドでも10対8をつけるジャッジもいるんですけどね、はいはい、1点の重みっていうのはやはりこのポイントゲームで大きいですからね、はい、そうですね。その辺の基準がですね、もう一つはっきりしてない面もあるんですね。さあ、またキットノイが出ていきます。第6ラウンド、先ほどの第5ラウンドは素晴らしい攻撃を見せました、いい動きしてますね。ただ、ホームをもっとしっかり組むといいですけどね、はい、今いいボディのアッパー入りました。また入りました。ロブロ注意をまた受けました。どうなすんだ今のは、それほど低くはなかったと思いますけどね。トミッチハパン今日は厳しく取っているようです。さあ、レオがおっと飛び込んだ、いつもの左下がります。シットロイガメスも強引にオーナースボディ、ボディを狙い始めています。このラウンドはちょっと強引気味に出てきましたね、ガメスは。まあ、ここら辺りでペース変えなきゃいかんっていうのもあるでしょうね。なるほどね、あれだけ第5ラウンドやられましたからね、まあ、ペースを取られましたから。おっと左カウンター気味に入りました、チャンピオンの左です。5ラウンドまでフルマークじゃないですか。そうですね、おそらくそうでしょうね。ボディブロー効いてますよね。あ、ちょっと飛び込んできましたね、ミドストレート。あ、確かにそうですね、また飛び込んでいきました。これがガメスのパンチ入ってきましたね、独特の使い方になりましたね。ちょっと効いて、やっぱり効いてるんでしょうか、入ってきましたよ、はい、ガメスも少々打たれてますけど、はい、やっぱり気合入ってる分効かないですね。右でダウン、ロープで頭を打ったか、ダウンです。カウントがいっています。立てるか、ダメージ深いですね。あ、これは来てる、カウントアウトです。右左右ですね、逆転の一発が入りました。レオガメス最後すごいパンチが入りました。本当に逆転 KO ですね、まあ、このラウンドそう見事ですよね。まあ、セコンドの指示もあるんでしょうけど、ボディへの右アッパーで攻めてですね、相手の動き止めて、そして最後ロープへ詰めて、よく見てください、右が当たって、それで左、それで右なんですね、右左右ですよね。ピチットとちょうどピチットノイとちょうど逆なんです。回転はそれほど強くないんですけど、オーノが非常に強いパンチですね。特に最後のパンチは強かったですね。まあ、この辺が歴戦の言うといいますか、パワフルなこのパンチを持ったガメスの強さなんでしょうね、浜田さん。うん、そういうのはですね、やっぱり勝負どころを分かってる選手ですよね。本当に5ラウンドまでフルマークできて、勝負どころで勝負しましたね。